で今日はですね、まあ、岡山県原爆慰霊碑となんか平和の記念慰霊碑があるそうなので、ちょっと行ってみようかなと思います。さっきここを車で登ろうと思ったんですけど、先に行けば行くほど道が細くなり、バックして戻りました。特にあのコーナーが非常に地獄のような感じでした。脱輪するかなって思う感じで、結構やばかったので。あ、涼しいな。なんか家がありますね。山田報告林公園。あ、めちゃめちゃ涼しい。ちょうど出だしはずっと先の方から始めました。だいぶ歩いてきました。あ、全然空気が違いますね。さっきは蒸し暑かったんですけど、今は本当に涼しい風が入ってきます。だいぶ先ですね。ここから大体15分ぐらい登ってきたところに今日の目的地があります。
ちらです。平和記念原爆慰霊碑。まあテレビ局もね、ニュースとして取り上げて撮影したりとかしているので、おそらく大丈夫かと思います。まあ、この動画を見てね、こういうとこがあるんだなと、知ってもらえたらなと思います。わざわざ広島に、わざわざじゃないですけど、広島の方までね行けない方、まあ、近場でこうやって、まあ、追悼できると。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。